ワイルドスピード、ジェットブレイクは2021年のアメリカのアクション映画。監督はジャスティン・リン、脚本はダニエル・ケーシー・トリンが務め、ビン・ディーゼル、ジョン・シナ、ミシェル・ロドリゲス、タイリー・ス・ギブソン、クリス・リュダクリス、ブリッジス、ナタリー・エマニュエル、ジョーダナ・ナブリュースター、サンカンらが出演する。ワイルドスピード・アイス・ブレイクに続く、ワイルドスピードシリーズの第9作目。 ジャスティン・リンが、ワイルド・スピード・ユーロ・ミッション以来の監督に復帰し、ワイルド・スピード X3 東京ドリフト以来となる、クリス・モーガンが脚本を担当しない作品である。当初、2019年4月19日にユニバーサル・ピクチャーズから全世界で公開される予定だったが、ワイルド・スピード・スーパー・コンボの公開や、メトロ・ゴールド・ウィン・メイヤーの007ノータイム・トゥ・ダイの公開予定、 さらに、新型コロナウイルスのパンデミックの影響で何度か延期され、2021年5月19日に世界的に公開、6月25日に米国で公開、8月6日に日本で公開された。1989年、ストックカーレースでドミニクたちの父であるジャック・トレッドの事故死から物語の幕が上がる。前作から5年後、ドミニクは 前作で個人となったエレナとの間にできた息子、ブライアンの良き父となるべく、レキと共に、社会から、ひっそりと身を隠し平穏な毎日を過ごしていた。そんなある日、ドミニク一家をローマン、テズ、ラムジーが訪れ、ただならぬ様子で、ドミニクたちに動画を見せる。そこには、ミスター・ノーバディが何者かに襲撃され、救難信号を送る様子が映し出されていた。 ローマンらの説明によれば、ミスター・ノーバディはある罪に屋風炉で輸送していた際、襲撃を受け、モンテキントへ墜落。その罪にであるデジタル装置、アリエスのパーツを回収する任務を受けたが、そこは敵対する軍が支配する地域のため慎重を要するものだった。平穏を望むドミニクは一度は残ることを宣言し、出てのみ出発させるが、息子を寝かしつけ動画を、 再度見直していたドミニクはあることに気づく。そこにはトレッド機の証であるデザインの十字殻式物が映っていたのだった。これが家族の因縁につながるものと確信したドミニクは改めてチームと合流しモンテキントへと向かう。墜落した飛行機にはミスター・ノーバディは愚か誰一人いない様子だった。ドミニクたちは不審に思いながらも残骸から 積みにの回収に成功するが、直後軍隊に襲われる。地雷原を駆け抜け、国境近くまでたどり着くが新たな勢力の攻撃を受けアリエスのパーツを落としてしまい、直後に現れた人物に横取りされてしまう。その人物はドミニク、ミアの実兄弟であるジェイコブだった。ジェイコブはドミニクとの激しいカーチェイスの末に車ごとがけえと、 飛び込むが直後現れた磁力付き戦闘機に収容され、飛び去ってしまう。ジェイコブは、亡国元首の息子である夫、そして、ドミニクの過去の敵であったサイファーを手を組んでいたのだった。実の弟との再会に動揺を隠せないドミニクで、あったが、アリエスのパーツを取り戻すため、そして、実の家族との因縁に決着をつけるべく、ジェイコブを追跡するのだった。 劇中で使用されたトヨタスープラエディンバラのパーティーシーンでは数々のスーパーカーがモブ社として登場する。この車たちは英国のカーコレクターによって提供されたものである。当初2019年4月19日にユニバーサル・ピクチャーズから全世界で公開される予定だったが本シリーズのスピンオフ作品ワイルドスピード・スーパーコンボの公開や 本作と同じユニバーサルピクチャーズ配給の007ノータイムトゥダイの公開予定、さらに新型コロナウイルスの感染拡大の影響など、度重なる延期を経て、2021年6月25日に米国で公開、8月6日に日本国内で公開された。2020年10月、シリーズが10作目と11作目で完結。 ジャスティン・リンが引き続き監督を務め、キャスト陣も続投することが発表された。10作目は2023年4月7日に全米公開予定。ありがとうございます。